要するにやっぱりね、写真っていうのは一点、その時時の止めるっつうか、そこに何かの凝縮してるっつうか、させるっつうかさ、あるっていうような、一種の錯覚に近い、真実っていうかさ、そんなような感じのを感じさせる行為なんで写真って。でもその点を、ね、持続する点を持続して一つの線にする、生きていくことの流れにする、そして点をいっぱい作ることによって面を作ってその場を作るっていうような欲求があるわけだ、一点だけじゃなくて。だから点は線のための点、面のための点なんだよ。だから写真は線じゃない、面じゃないってことじゃなくて、だからそのやっぱり点の集合じゃないけど、それをどう散らばすか、どう固めるかっていうような感じなことを、私はなんか無意識にっていうかさ、やってる。